開会式。2014FIFA ワールドカップ開幕戦、ブラジル対クロアチア戦。閉会式。2014FIFA ワールドカップは、2014年6月12日から7月13日にかけて、ブラジルで開催された第20回目の FIFA ワールドカップ。同国での開催は、決勝戦がマラカナンの悲劇と呼ばれた1950年の大会以来64年ぶり。 大会スローガンは、オールインワンリズム。2006年5月20日に行われた記者会見で、ゼップブラッター国際サッカー連盟会長は、2010年以降のワールドカップでは、各大陸連盟での持ち回りで開催すると定めた原則に基づき、南米での開催を前提としているという趣旨の発言をした。開催国については2007年10月30日に、 スイス中立費で開かれた理事会で決定された。当初から南米サッカー連盟が加盟各国の総意としてブラジルでの開催を希望しており、ブラジルも正式に立候補を発表していた。2006年12月18日に立候補国の応募が締め切られ、ブラジルのほか1986年 W 杯の開催国に決まりながら、 財政上の問題で開催できなかったコロンビアも正式に立候補。両国による一騎打ちとなった。これ以前アルゼンチンとチリが両国の共済を前提に立候補した事例があった。この件については FIFA としてに過酷共済の意思はなく、開催条件にかなう質のスタジアムがある国での単独開催が前提と発言。両国は 早々に開催国競争から撤退した。2007年4月11日、コロンビアサッカー協会は FIFA フフワールドカップの招致を断念したと発表。これにより、ブラジルが南米からの唯一の立候補国となり、同年10月30日、1950年、大会以来64年ぶりとなるブラジルでの開催が正式に決定した。なお、 ワールドカップ持ち回りシステムは2007年10月29日の FIFA 理事会で発揮され2018年以降の大会についてはオープンビットとなった。これについて現 FIFA フフ会長ブラッターは持ち回りシステムの採用はこれまで開催がなかったアフリカそして1978年以来30年以上もワールドカップを開催していない南米に持っていくための 方便だったと説明している。2010年7月8日、大会の公式マーク、インスピレーションが発表された。マークは、ブラジルの国旗の色である、緑と黄色で、3つの手を構成し、これを FIFA フフワールドカップトロフィーの形に見立て、歓迎の気持ちを表現している。二千十一年七月十七日に、二千十四年六月十二日、開幕。 7月13日決勝という開催日程が FIFA Confederations Cup 2013の開催日程と共に発表された。なお、ワールドカップ開催とその2年後の2016年の第31回夏季オリンピック開催に向けてリオデジャネイロ市街にあるアントニオ・カルロス・ジョビン国際空港のターミナルの改修工事が行われているほか、 駐車場の増床工事も行われる予定である。ところが開かれる12会場のうち、5会場が開催1ヶ月前になっても完成できずに、会場が変わる恐れがあった。2011年3月3日のフィファ理事会で、大陸別出場枠が決定された。開催国枠以外は 2010FIFA ワールドカップと同じである。また、大陸間プレイオフの対戦相手は抽選で決める。 こととされた。予選には203の国、地域が参加した。初出場はボスニア・ヘルツェゴビナのみで、過去のワールドカップの優勝国である、ウルグアイ、イタリア、ドイツ、ブラジル、イングランド、アルゼンチン、フランス、スペインの8カ国はすべて出場することとなった。出場選手は 2014FIFA ワールドカップ参加チームを参照。 2009年5月31日、バハマの首都ナスソーで開かれた FIFA フフ執行委員会により開催候補となった17都市のうち、ベロオリゾンテ、ブラジリア、クヤバ、クリチバ、ホルタレザ、マナウス、ナタール、ポルトアレグレ、レシフェ、リオデジャネイロ、サルバドール、サンパウロの12都市で行うことが正式に発表された。気候大会開催時期の6月から7月は、 国土の大部分が南半球であるブラジルは冬季であり、結果的に2大会続けての冬季開催となる。しかしながら、国土の93%は熱帯地域に属しているため、冬季ながらも全体的に温暖である。ただし、試合会場の最北端のマナウスは6月の平均気温が摂氏27度の熱帯雨林気候で、レシフェ、ナタール、ホルタレザ、サルバドールなども、 熱帯気候となり、高温多湿で暑さが厳しい。リオデジャネイロは、サバナ気候で6月の平均最高気温は、摂氏25度、平均最低気温は、摂氏19度、7月の平均最高気温は、摂氏26度、平均最低気温は、摂氏18度で、7月に入ると、降水量が少なくなる。一方、サンパウロは、 温暖湿潤気候で6月頃から8月頃までの冬季は摂氏10度以下に下がりそうが降りることもある。6月の平均最高気温は摂氏21.7度、平均最低気温は摂氏12.3度、7月の平均最高気温は摂氏21.8度、平均最低気温は摂氏11.7度である。海上の最南端のポルトアレグレは 平均気温15.1度の温帯気候となり、特に南部の標高の高い栗千葉では6月の平均最低気温は、摂氏7.8度で稀に氷点下まで下がったり、雪が降ることさえある。このように、開催都市の気候差はかつてないほど大きく、真夏から真冬までと様々である。標高差も大きく、ブラジリア、サンパウロ、ベローオリゾンテ、栗千葉の標高は、 約800から1200メートル前後となるが、他は200メートル以下の低地となる。クーリングブレーク蒸気の通り、こと熱帯地域においては高温多湿であるため、FIFA ワールドカップ本大会において初めて、試合中のクーリングブレークを導入することとなった。湿気呼吸温度が摂取32度を超えるという条件下において、前半、後半の各30分以降に、 主審の判断で3分以内のクーリングブレークを与えることが可能となった。ブレーク時間中時計は止められず、そのままアディショナルタイムとして追加される。6月22日にマナウスで開催されたグループ G やメリカ対ポルトガル戦前半39分にワールドカップ史上初めて適用され、決勝トーナメントでも6月29日に ホルタレザで開催されたメキシコ対オランダ戦の前後半各30分に適用された。実際ブラジルの時間帯は協定世界人よりブラジル東端2時間からブラジル西端5時間遅れである。ブラジルのサマータイムは10月第2日曜から2月第3日曜までで大会期間とは重ならない。週ごとに異なり採用していない週もある。 開催都市12都市のうち、ベロオリゾンテ、ブラジリア、クリチバ、ホルタレザ、ナタール、ポルトアレグレ、レシフェ、リオデジャネイロ、サルバドール、サンパウロの10都市がアトックマイナス3で、クヤバ、マナウスの2都市がアトックマイナス4である。渡航先における注意喚起現地では、前年のコンフェデレーションズカップ時から、 ブラジル政府による不十分な医療や福祉政策に不満を訴える複数の国民が政府に対して大会中止を歌うデモ活動を行っておりその一部がボート化して商店を襲撃する事件も発生政府による治安部隊も催涙弾などでボートの制圧に当たったが警察、空港職員は政府の給料支配に対する抗議活動としてストライキやボイコットを実施し 空港の到着ロビーでは、到着客に対して、ウェルカムツーヘルト横断幕を掲げた。その他、クヤバを含む5会場の地域において、大熱病やデング熱罹患原因となる、病原菌を媒介する熱帯シマカが生息しており、風が定める予防接種推奨地域に該当する。厚生労働省、外務省などの日本国政府の関連官庁が、ブラジル渡航感染者らに向けて、 未然に、大熱病ワクチン注射による予防接種の告知を通達を出している。2012年7月5日、スイスチューリッヒの国際サッカー連盟本部で行われたサッカーのルールを決める機関である、国際サッカー評議会特別会合で、満場一致で、ホークアイシステムとゴールレフの両方のゴール機械判定技術採用を決定した。FIFA 主催の大会では、 日本開催の FIFA クラブワールドカップ2012で初めて採用され2012年12月6日横浜国際総合競技場で行われたこの大会の開幕戦サンフレッチェ広島対オークランド式戦で史上初めて公式戦で GLT の一つゴールレフが使用された FIFA 主催の大会では FIFA コンフェデレーションズカップ 2013FIFA クラブワールドカップ2013 そして今大会である 2014FIFA ワールドカップで GLT としては4番目に認可された独企業のゴールコントロール 4D を採用する。今大会では全12会場でゴールコントロール 4D を採用するが、その設置費用はスタジアム1カ所あたり推定26万米ドルで運用費用は1試合あたり4000アメリカ合衆国ドル以下である。 アディダスによる公式試合玉の名称は、ブラジルのファンによって一般公募され、2012年9月に FIFA フフによってブラズーカに決定した。ブラズーカは、ブラジル人の誇りを意味する。2012年9月12日、大会の公式マスコットが、タトゥーボーラーに決まったと、ブラジルメディアが伝えた。タトゥーボーラーとは、ブラジル固有種ミツオビアルマジロのことで、 危機を感じるとボール状に丸くなる性質を持ち、また絶滅危惧種でもある。なお、正式名称は、アミジュビ、フレイコ、ズゼイコの3種類からネット投票で決定されることになり、2012年11月25日に、全体の約48%の票を集めた、フレイコに決まった。フレコはポルトガル語でサッカーを意味する、フチボーとエコロジーを意味する、 エコロジーヤを組み合わせた造語。マスコットは、三オビアルマジロをイメージしたキャラクターで、ブラジル国旗と同じ木、緑、青が配色されている。本大会の優勝賞金を3500万ドルに、すると、2013年12月5日に、フィファが発表した。前回の南アフリカ大会から500万ドル、増額された。また、準優勝のチームには2500万ドル、 3位には2200万ドル、4位には2000万ドル、ベスト8には1400万ドル、ベスト16には900万ドルとなり、グループリーグ敗退国も800万ドルを受け取る。さらに、全出場チームには経費として150万ドルずつが支払われる。賞金総額は5億7600万ドルとなり、 前回大会の同総額4億2000万ドルから37%増となった。また、同日 FIFA は欧州クラブ協会との合意に基づき、2014FIFA ワールドカップ本大会に出場する全選手の各所属クラブに総額約7000万ドルの保証金を各国サッカー協会を通じて支払うと発表した。 大会組織委員会は2013年3月19日、2014、FIFA ワールドカップ本大会の一時リーグ全組の対戦組み合わせ抽選会は2013年12月6日午後1時にサルバドールにて取り行われることを発表した。2013年10月4日、バルクフィファ事務局長が開催国ブラジルと2013年10月のフィファランクの上位7カ国の 計8カ国が第1シードとして第1ポットに入ると発表した。この基準により開催国のブラジル以外に同月付けランキングの上から順にスペイン、ドイツ、アルゼンチン、コロンビア、ベルギー、ウルグアイ、スイスの7カ国がシードされることが決定した。正式な抽選方法は2013年12月3日に開催された。 ブラジル W 杯組織委員会で承認された後、FIFA 公式 HP 上で発表された。抽選方法は以下の通りである。イタリアは事前抽選によりポット2に組み込まれた。詳細な手順は以下の通りである。地理的分離の原則欧州は同じ組に最大2カ国までとし、欧州を除く地域は同じ組に同じ地域の国は入らない。原則として、 ポット1の国を AH 組にすべて割り振ったら、次に、ポット2の国を AH 組にすべて割り振る。ポット2が終わったら、ポット3、ポット4の順に同様に進める。ただし、詳細な手順は、地理的分離の原則を守るように行う。開催国ブラジルは開幕戦を行うため、A 組1番に事前に割り当てられる。 残りのポット1の国は抽選で割り当てられた組の1番とする。ポット2からポット4の国の組番はランダムとし、ポットから国名が書いてあるくじが取り出されるたびに、同時に組番ポットでその国の組番を決める。まず、ポット1の国を抽選で A、H 組にすべて割り振る。その後、南米4カ国国名のくじを補助ポット X に入れて、抽選し、事前抽選で、 ポット2に移った欧州の1カ国と対戦するポット1の南米の国を決める。ポット2の残りの7カ国を抽選で AH 組に割り振る。なお、地理的分離の原則に従って、その組にすでに同じ地域の国が入っていた場合は、スキップされ別の組に入る。ポット3、ポット4も同様にポットごとに抽選して、ポット内の国を AH 組に割り振る。 ドロワーは歴代優勝国の元代表選手の中から選ばれ、カフー、ファビオ・カンナバーロ、アルシデス・ギジャ、フェルナンド・イエロ、ジェフ・ハースト、マリオ・ケンペス、ローター・マテウス、ジネディーヌ・ジダンの8名が務めた。このうちイエローを除く7名は実際に優勝した代表チームの一員である。中でもギジャは64年前のブラジル大会で決勝ゴールをブラジルから上げ、 母国ウルグアイを優勝に導いた選手である。抽選会は FIFA 公式 HP で生中継された。日本では NHK が総合テレビ及び BS1 で生中継した。2014年5月13日が予備登録の締め切りで、この日までに出場国は FIFA に予備登録メンバー名簿を提出する。予備登録された選手は5月19日から25日まで、 疲労回復のため、クラブでの試合出場を禁止される。この休養期間の設定は、過密日程の疲労から、日韓大会で波乱が続出したことから、ドイツ大会から採用された。5月26日の前までに、身体検査などの必要書類を FIFA に提出する。本大会開幕10日前の6月2日が、本登録締め切り。本登録23名は、 予備登録選手30名の中から選ばれ、23名中3名は GK を登録しなければならない。ただし、6月2日の本登録23名締め切り後に、怪我人が出た場合に限り、W 排所戦の24時間前までに、FIFA に診断書を提出して許可されれば、予備登録選手30名からだけでなく、予備登録以外の選手も選出可能。その理由は、 予備登録にも30名という上限がある以上、各ポジションに必要な選手をすべて予備登録できないため、本登録締め切り後に怪我人が出た場合、対応できないケースが出てくるからである。例えば、本登録締め切り後、GK が怪我したが、予備登録メンバーには GK3 人しか登録していなかったため、本大会に GK2 人しか出場できないケースなど。そうしたことを防ぐため、 本登録後に怪我人が出た場合に限り、予備登録選手以外からの選出も可能にしてある。2014年1月14日、FIFA は本大会に出場する25組の審判団と、サポートを受け負う8組の審判団を発表した。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出する。順位は以下の順に従い決定される。 全試合での勝ち点全試合での得失点差全試合での得点当該チーム同士の対戦における勝ち点当該チーム同士の対戦における得失点差当該チーム同士の対戦における得点抽選開幕戦から引き分けのない状態が12試合続き13試合目のイラン対ナイジェリアが初の引き分けとなったがこれは全18試合で 引き分けが発生しなかった第1回ウルグアイ大会に、すぐ記録である。グループステージ終了時点での通算ゴール数は136で、1試合平均2.83となり、1試合平均2.96ゴールだった1970年、メキシコ大会に次ぎ、近年としては、ゴールの多い大会となっている。ブラジルでの開催ということもあり、 アメリカ大陸代表が高成績を上げ、出場10カ国中過去最多の8カ国が決勝トーナメントに進出。また、アフリカ大陸代表も史上初めて2カ国が同時に決勝トーナメント進出した一方、アジア代表は出場4カ国の合計でも勝ち点3のみしか上げられず、全々回大会。1998年、フランス大会に続く全4。 代表国グループステージ敗退、かつ AFC 代表が2カ国しか参加していなかった1990年、イタリア大会以来24年ぶりに、全 a f c 参加国が、各所属グループ4位かつ未勝利で大会から姿を消すこととなった。また、欧州連盟代表13カ国も、決勝トーナメントが16カ国参加方式になって、以来、 前回大会と並び過去最小記録体となる決勝トーナメント進出6カ国のみという結果となった。各3カ国が2試合を終えた時点でオランダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、アルゼンチン、ベルギーの各国が決勝トーナメント進出を決め、特にコスタリカについてはグループリーグの他3カ国がすべて優勝経験ありという 死の組で力が劣ると見られていた中、最初にグループステージ通過を決めたことが驚きをもって受け止められた。一方、前回王者のスペインが連敗で早々にグループリーグ敗退、さらにイングランドも連敗し、1958年スウェーデン大会以来56年ぶりとなるグループステージ敗退となった。その他、カメルーン、オーストラリア、 ボスニア・ヘルツェゴビナの各国も同じく連敗で2試合終了時点でグループリーグ敗退が決まった。日本は2試合終了時点でわずかに決勝トーナメント進出の可能性を残していたが、第3戦でコロンビアに大敗しグループステージ敗退となった。前々回大会優勝のイタリアは初戦でイングランドに2-1で勝利しながら、その後2試合無得点で敗れ、 3試合でわずか2ゴールという1966年イングランド大会に並ぶ時刻のワールドカップ1大会最小得点を記録2大会連続でグループステージ敗退となった。ギリシャ、アルジェリアは初の決勝トーナメント進出となった。決勝トーナメント進出16カ国中、FIFA ランキング最低の国は44位のナイジェリアであった。 グループ A グループ B グループ C グループ D グループ E グループ F グループ G グループ H ラウンドオブ163カ国が32カ国となった1998年大会以来5大会目にして初めて各グループ1位のチームがすべて準々決勝に勝ち上がったまた8試合中2試合において延長戦でも決着がつかず PK 戦に持ち込まれたが2試合が PK 戦による決着となったのも初である。コロンビアとコスタリカが初のベスト8入り、ベルギーは28年ぶりの準々決勝進出を果たした。準々決勝史上初のグループステージ1位のみによる準々決勝となった。ドイツがワールドカップ史上最長となる4大会連続の準決勝進出を果たし、オランダもコスタリカとの PK 戦を制止に大会連続の 準決勝、アルゼンチンも24年ぶりの準決勝進出を決めた。開催国のブラジルも12年ぶりの準決勝、進出を果たしたものの、後半43分に FW、ネイマールが、コロンビアの DF ファン、スニガの激しいチャージを背後から受け負傷、そのまま担架で運ばれ、ホルタレザ市内の病院に搬送、脊椎骨折で全治数週間と診断され、 残る準決勝以降の試合に出場することができなくなった。準決勝ワールドカップでは2002年大会決勝以来の対戦となったドイツ対ブラジルの試合はネイマールに加え累積警告でキャプテンのチアゴシウバを欠くブラジルに対しドイツが前半30分までに5得点を奪い最終的に7から1で対象し2002年大会以来12年ぶりの 決勝進出を果たした。サッカーブラジル代表にとって、この記録は、史上1試合最多失点差記録単位であり、ワールドカップ史上最多失点記録である。また、ワールドカップ決勝トーナメントにおける、史上最多失点記録ともなった。ブラジルのメディアは、この試合を、マラカナンの悲劇になぞらえて、ミネーロンの惨劇とも表現した。また、 この試合中に一部ブラジル人サポーターが暴行騒動を起こしたり、ブラジル人サポーターがブラジルがボールを保持するとブーイングを浴びせ、逆にドイツがボールを保持していると歓声が上がるなど会場は異常な雰囲気での試合となった。この試合後にファンの一部が言い争いや喧嘩、放火事件などを引き起こしている。オランダ対アルゼンチンの試合は延長までも連れ込みながら、 両者ゴールを挙げられず0から0のまま PK 戦となり、アルゼンチンの GK セルヒオロメロが、オランダの1人目ロンフラール、3人目、ベスレー・スナイデルのシュートを止めた。一方、準々決勝で PK 戦直前に GK をティム・クルルに変えて勝ち上がることに成功したオランダは、延長後半にロビン・ァン・ペルシを交代させざるを得なく、なり、3人の交代枠を使い果たしていたため同様の、 作戦を使えず、そのまま PK 戦に出た先発 GK のヤスパー、シレス戦がアルゼンチンのシュートを止められず4から2でアルゼンチンが PK 戦に勝利し、アルゼンチンとしては1990年大会以来24年ぶり5度目の決勝進出を果たした。オランダ代表監督のルイ・ファンハールは、ファンハールがエジアルクマールの監督時代にロメロの才能を見抜き、 ヨーロッパに連れて行ったという経緯もあるため、いわば教え子に決勝進出を阻まれた形となった。3位決定戦決勝同様の組み合わせは、直近に大会の決勝トーナメントで発生しており、結果はドイツが記録上引き分けとなる PK 価値も含めてに連勝していた。また、両チームが決勝で対戦するのは1986年メキシコ大会。 1990年イタリア大会と2大会連続で対戦して以来3度目であり、アルゼンチンはこのうち86年のメキシコ大会以来7大会28年にわたって優勝を逃している。対するドイツも90年の優勝以後、6大会連続でベスト8以上の成績を残しているにもかかわらず、これまで優勝には手が届かなかったため、両者とも勝てば、 前回の直接対決以来の優勝となる状態であった。なお、W 杯における同カードの対戦7回、うち決勝トーナメントでの対戦5回、また決勝での対戦3回はいずれも W 杯最多記録である。仮にアルゼンチンが勝利すれば86年以来28年ぶり、4戦ぶりと、 なる W 杯における対ドイツ戦勝利であると共に28年ぶりの優勝であったが、試合はスコアレスのまま延長戦にまでも連れ込み、延長後半にマリオ・ゲッツェが決勝ゴールを挙げ、ドイツが24年ぶり4回目の優勝を飾った。伝統の剣士とボールを長く保持しながら細かくパスをつなぎ、縦に速い攻撃的なサッカーで大会を制した。 ドイツ代表の優勝は UEFA チャンピオンズリーグにおける各国の成績が反映される形となった。特にアルゼンチン代表と対した決勝戦の延長戦、ピッチに立った11人のうち7人を UEFA チャンピオンズリーグで優勝を含む3年連続4強入りを果たしたバイエルン・ミュンヘンの所属選手で締められ国内に強豪クラブを持つ代表チームの強さが 色濃く出た大会となった。ブラジル大会の放送権料の総額は2000億円であった。放送設備を管理、コンサルティングする組織として、2002年2006年、大会も担当したホストブロードキャスティングサービスが選ばれ、その正式パートナーとして、ソニーが7社のサブコントラクターと一緒に参加、ブラジルの拡充に競技施設に HD プロダクションが配置され、 各競技フィールドには34台のカメラを設置、288台の HD カメラを、はじめ、HBS が必要とする放送機材を揃え、全64試合のうち3試合については、TV グロボ参加のグロボサットと、エイプリプロダクションのテレジェニックと提携し、4K 放送を、また9試合では日本放送協会との共同制作で、スーパーハイビジョンでのパブリックビューイングを、 日本国内とブラジル国内で実施した。観客席をユニフォームと同じ色に染めるために使った青いゴミ袋でゴミ拾いをしたことを称え、日本サポーター代表としてチューリオデジャネーロ日本、総領事館などを表彰した。解説の仕事のため、ブラジルを訪れていた岡田武史によれば、盛り上がっていたのは競技場周辺だけで、ブラジルには、 ワールドカップに関するイベントもなければ看板すらなく、ブラジル代表戦以外は盛り上がりに欠けていたという。ありがとうございます。